第二十一章、一節から十一節一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山沿いのベトファゲに来たとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。するとすぐロバが繋いであり、一緒に転ばのいるのが見つかる。それをほどいて私のところに引いてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのです。 と言いなさい。すぐ渡してくれる。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ。見よお前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、乳を追うロバの子、コロバに乗って。弟子たちは行ってイエスが命じられた通りにし、ロバとコロバを引いてきて、その上に服をかけると、 イエスはそれにお乗りになった。大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように。と高きところにホサナ。イエスがエルサレムに入られると、 都中の者が、一体これはどういう人だ、と言って騒いだ。そこで群衆は、この方はガリラヤのナザレから出た預言者イエスだ、と言った。十二節から十七節。それからイエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いをしていた人々を皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを倒された。そして言われた。 こう書いてある。私の家は祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしている。境内では目の見えない人や足の不自由な人たちがそばに寄ってきたので、イエスはこれらの人々を癒された。他方、祭司長たちや立法学者たちは、イエスがなさった不思議な技を見、境内で子供たちまで叫んで、ダビデの子に補佐な、 というのを聞いて腹を立て、イエスに言った。子供たちが何と言っているか聞こえるか。イエスは言われた。聞こえる。あなたたちこそ、幼子や血のみ子の口に、あなたは三秒歌わせたという言葉をまだ読んだことがないのか。それからイエスは彼らと別れ、都を出てベタニアに行き、そこにお泊りになった。十八節から二十二節。 朝早く都に帰る途中、イエスは空腹を覚えられた。道端にイチジクの木があるのを見て近寄られたが、葉の他は何もなかった。そこで、今からのちいつまでもお前には実がならないように、と言われると、イチジクの木はたちまち枯れてしまった。弟子たちはこれを見て驚き、なぜたちまち枯れてしまったのですか、と言った。イエスはお答えになった。 はっきり言っておく。あなた方も信仰を持ち、疑わないならば、一軸の木に起こったようなことができるばかりでなく、この山に向かい、立ち上がって海に飛び込め、と言ってもその通りになる。信じて祈るならば、求めるものは何でも得られる。二十三節から二十七節。イエスが神殿の境内に入って教えておられると、 祭司長や民の長老たちが近寄ってきていった。何の権威でこのようなことをしているのか誰がその権威を与えたのかイエスはお答えになった。では、私も一つ尋ねる。それに答えるなら、私も何の権威でこのようなことをするのか、あなたたちに言おう。ヨハネのバプテスマはどこからのものだったか天からのものかそれとも人からのものか 彼らは論じあった。天からのものだといえば、ではなぜヨハネを信じなかったのかと我々に言うだろう。人からのものだといえば群衆が怖い。皆がヨハネを預言者と思っているから。そこで彼らはイエスに、わからないと答えた。するとイエスも言われた。それなら何の権威でこのようなことをするのか私も言うまい。 二十八節から三十二節。ところで、あなたたちはどう思うか。ある人に息子が二人いたが、彼は兄のところへ行き、今よ今日、武道園へ行って働きなさいと言った。兄は嫌ですと答えたが、後で考え直して出かけた。弟のところへも行って同じことを言うと、弟は、お父さん、承知しましたと答えたが、出かけなかった。 この二人のうち、どちらが父親の望み通りにしたか。彼らが兄の方です、と言うと、イエスは言われた。はっきり言っておく。朝税人や娼婦たちの方があなたたちより先に神の国に入るだろう。なぜなら、ヨハネが来て義の道を示したのに、あなたたちは彼を信ぜず、朝税人や娼婦たちは信じたからだ。あなたたちはそれを見ても、 後で考え直して彼を信じようとしなかった。33節から46節。もう一つの例えを聞きなさい。ある家の主人がどう園を作り、柿を巡らし、その中に絞り場を掘り、見張りの櫓を立て、これを農夫たちに貸して旅に出た。さて、収穫の時が近づいた時、収穫を受け取るために、 しもべたちを農夫たちのところへ送った。だが、農夫たちはこのしもべたちを捕まえ、一人を袋叩きにし、一人を殺し、一人を石で撃ち殺した。また、他のしもべたちを前よりも多く送ったが、農夫たちは同じ目に合わせた。そこで最後に、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、主人は自分の息子を送った。農夫たちは、 その息子を見て話し合った。これは後取りだ。さあ、殺して、彼の相続財産を我々のものにしよう。そして息子を捕まえ、武道園の外に放り出して殺してしまった。さて、武道園の主人が帰ってきたら、この農夫たちをどうするだろうか。彼らは言った。その悪人どもをひどい目に合わせて殺し、武道園は季節ごとに収穫を収める、 他の農夫たちに貸すに違いない。イエスは言われた。聖書にこう書いてあるのをまだ読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが住みの親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。だから言っておくが、神の国はあなたたちから取り上げられ、それにふさわしい実を結ぶ民族に与えられる。 この石の上に落ちる者は打ち砕かれ、この石が誰かの上に落ちれば、その人は押しつぶされてしまう。祭司長たちやファリサイ派の人々はこの例えを聞いて、イエスが自分たちのことを言っておられると気づき、イエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者だと思っていたからである。